まずスタートなんですけどここは1番の清水宏人が、ね、受けて立つ形になりましたね、はい、1番、清水が前を取ってそれに合わせて園田が、ね、9番の園田が上がってきましたそして、そこに坂本健太郎も上がってきてまず1番、9番、6番のラインが形成されますね、まあ、清水も地元の園田そして坂本健太郎がついてますから、ね、ここはしっかりと仕掛けてくるレースをすると思います。 それに対抗するのがまず2番ですね、その後ろのラインですね、2番の岩本俊介そしてその後ろ、田中春樹ですね、やはりこの2人、田中春樹も自力持っていますから、その前で走る岩本俊介ねまあ最近かなり調子がいいですからね、この千葉勢というのは侮れない存在ですよね、1番の清水を崩すなら、この千葉勢なのかなと思いますけども、あとは関東勢、えー 3番の吉澤、ね、と5番の木暮ですね、3番、5番の関東勢、木暮もね、えー、初日伸びよかったですからね、やはりその再現があればいいですよね、タイトルに近い男、木暮ですね、そして4番田舎です、ね、田中は、東口、近畿勢4番、8番となりますね、まあ、田中は車番ね悪いですから、近畿勢はまず後ろになってしまいましたけれども、まあ1回、えー 抑えてからののレースととななりまますすで少しし厳くる思いよね誘導のペースが、えー、ルール改正後、上がるようになりましたからやはり1回後ろから抑えてハイペースの上を抑えてとなると、うん、少し足をロスするのかなということで残り2週半前から稲、ね、川、えー、が抑えに行きましたそれに乗る形で3番の吉澤も、ねえー、つけていきますよね。田舎も1回切って、えー 吉田を出そうという形でしょうね、残り2周の赤番です、清水が、ね、前を取った清水が下がりましたね、田川が前に出て、インを切りました、そして3番の吉田が、ね、出て、ここを3番手を狙いに行きましたね、そこを合わせて、打賞ですね、2番の岩本がダッシュをして1回流したところ、すかさず清水が行く、これやっぱり地元がついているからね、やっぱり清水もさすがだなと思いますよね。 7番手で構えないこの姿勢園田も、ね、必死に食らいつきますよね1コーナーで、ね、1回ちょっとこういうピンチだなと思ったんですけど田中春樹に一発もらって、ね、厳しいと思ったんですけどやはりこの辺が園田のいいところですよねしっかりとこの辺まだ3コーナー余裕がある感じしますよね9番の園田はね上を吉沢が必死にまくるんですけども清水、ね、4コーナー清水が粘ってますけどもここ9番の園田は地元ですねさすがですね1着まで来て吉沢に乗る 木暮れが2着ということで吉澤3着清水が4着ということで清水もね先行して4着まで残りましたからね素晴らしいレースだったと思いますね。